池さんもうガツン行っていいっすよね。もいいです。これは。はい。あれちょっと待って。危なぁ、もうちょっと目離した隙に。ワンクラブマッチでチームは同じ勝負を一ホールずつやっていきたいと思います。350ヤード。はい。じゃあ今我々は2打曲げてですか？はい。はい、よし。池さん取り返しましょう。取り返しましょう。はい。さあ。いやいいところよ。それいいところよ。今日一いい当たり方してな。黒、うん、さん今日一っす。あるって。ああナイス。今日一っす。なんでさっき出ねえんだっていうなんでだよ今日一もう狙ったとこっすもんねあれ、はい、よし考えた抑えてきたこれ頭いい方だよ頭いい方ういうその辺でいいよあそれで逆に打つんだははなるほどね池さんもうガツン行っていいっすよねいいですこれははいパルプンテ日のでパルプンテでそうだ鍛えた鍛えた俺パルプンテ思い出してくださいはいやべえなんか変な打ち方したでもあそこのラインさ出てきたらあれなんか微妙な足がくっついてる気がするセカンドでバンカーに行きそうなラインじゃなやばいあ、右行っちゃった右行っちゃったよ結構やばいラインじゃないグラス行っちゃうんじゃないあーあーあーそこで大丈夫セーフセーフセーフ僕の方がやばいですねこれ皆さんクラブそのままで大丈夫ですからねそうですね、はい、頭使うなファイバー難しいですよね僕のプランは2回とも同じ振り感でいけたらいいなと左のなるほど、ね、なるほど、ね、なので鹿野松さんはちょっと刻んだってことですねそう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 右打ってはい、でグリーンの左狙って、うん、ちょっとスライスして、はい、グリーンの周り行ったら考えられてるすごくいいなって考えられてるすげえ50の打ち上げで170ぐらいだと思うんだけど、うん、だから嫌なのはあそこに当たって前飛ばないことだよねそれだけは避けたいうわあどうあれバンカーの方行っちゃったマジ作戦失敗かもしれないこれどうしたらいいの俺絶対右に曲がるんじゃんあったあったありがちなやつだいやおっとっと110110はい、クラブドライバーでいきますこれはうまいよちょっと大きいけど多分ちょっとでかいでかいねクッションしときたかったなこれもう一回僕ですねおおいいキックしたねあれ見えてこないあれちょっと待って何ですかそれ何持ってらっしゃるあれ何これクラブが変わった危なぁ、もうちょっと目離した隙にああいうことやる人だったんだね危なぁうまい7度上がんねあ、俺ギリギリだねうん栗原さん、奥っすよね奥っすかボール今んとこ見えないんであ、じゃあ出ちゃってますねそうなったら逆に難しいじゃないですか下り4打目さっきぐらいの距離感でいいんだよね。届いて。いやもう一回やだよ。硬いね、硬いね日野さん。パターみたいなもんだよなこれ。うまい。うまい。あれこれはうまい。止まる？止まった。おナイス。ありがとうございます。素晴らしい。ラフがあのぐらいの距離感なんだな。なんかみんなドライバーの扱い上手くなってません皆さん
おーおーおーこれうまい。いや向こう行ってほしかったうまっ。じゃあドライバーで行きます。お願いします。お、打ったね。ああ打ったね。もういいよもういいよ止まって。よしよしよし。どうしたらいいのこれ。ここだな。もうねもうコツつかんだんで大丈夫です。そっちじゃねえよ。状況を整理しよう。状況を整理しましょう。はい、3オン、はい、3オン、5オン、4オン、4オン。ってことはまだうちら勝ってるってことで。まだ勝ってます。やばい。勝つには入れるしかないですよ、僕。うん。2人とも入れないとちょっとあれだよね、なんか。くわー。強かった。おー、しっかり打った。あー、惜しい。曲がんないんだね。うん、お先でーす。ナイス。ナイス。ボギー。ボギー。ナイスボギー。あ、これいいかも。やった。これいいよ。あー、あーそこまっすぐなんだ。オッケー。ありがとうございます。でボギーです。僕打つ前にこれ終わっちゃう。来い。伸びろ。あーうーん、オンラインだった。オッケー。ありがとうございます。うん、ナイス。よし。僕はトリプルでございます。はい。勝ち。イエーイ。いいんです。1日のうち1回でも勝ちがあればね、嬉しいですよね、うん。はい。もうこれで今ドローになったんで、次うちのチャンネルに来ますんで、はいはい、ちょっとまた違うゲームの方法で。まだやりますか。もちろん。高速吹っ込んじゃいますよ。頑張りましょう。頑張りますか。わかりました。はい、またちょっと違う方法でまた対決します。やっと勝った。負けた。